揚げた豚お好きですか？大好き。はい、揚げ太郎演じました北村匠海です。未だかつてこんなイベントがあったでしょうか。僕が一番困惑しております。久々にちょっと渋谷に来たんですけど、そこを一望できる場所で、今日を迎えれてよかったなというのと、たまたま今日はからし色ということで、なんかキャベツにもとんかつにも合う色のスーツを着てこれてよかったなと思っております。今日は最後まで揚げていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、園子を演じました妹舞香です。こんなにたくさんのねカメラがねいるのはねありがたいですよね、こんな時期に。はい、上げていきたいと思います。お願いします。テンションどうにかしろ。上げてきましょう。はい、屋敷を演じました伊藤健太郎です。僕もそうですね、本当に匠と久しぶりに、こうやって映画で共演できて、すごく、大切な作品にもなっているものがこうやってね公開できる日がまだ完成披露ですけど近づいてきてるっていうのがすごく嬉しいなと思っております。今日は上げていきたいと思います。よろしくお願いします。渋カツというとんかつ屋の、3代目揚げ太郎がですね、本当にまあどうしようもない男の子なんですけど、普段から、3代目の仲間たちと遊びながら暮らしてキャベツの千切りだけをしているどうしようもない男の子が、園子ちゃんに、恋をし、でそこから音楽と出会い、そして、渋カツの3代目とんかつも、そして DJ としてフロアも上げていくという、あの音楽映画でもあるし、笑える映画でもあるし、そしてこう一人の男の子、それを取り巻くみんなのこうサクセスストーリーみたいなところも、すごく見どころなのかなと僕自身は思ったりしております。初めてでしょ。初コメディです。カメラが回る前にすごい変顔を一人でしてるのを見ちゃってね、いつもそのなんか顔のマッサージっていうかね、ほぐしてから現場に入る姿を見てるので、一生懸命だなっていうふうに思いましたね。まあ、完成見てもすごい可愛らしくて、あの時ちょっとわがままボディだったもんね。はい。ぽっちゃりだったもんね。ぽっちゃりどころか、デブすぎるぐらいデブでしたね。それは役作りですか？そういうことにしておきたいんですけど、その当時まあ、何も気にせず飲み食いしていたもんですから、今より多分8キロ以上太っていまして、うーん、蓋開けてみればとんかつ屋の息子が確かにぷよぷよでいいじゃないかと、うん、揚げ太郎はだらしない体でいいじゃないかっていう風に捉えましたけど、その時は確かにここら辺の肉とかすごかった。でもたいなんだっけ、体操服で走るシーンとか、もうあそこ可愛くてしょうがないですよ。あそこのシーンは足がもうくっつきそうな感じ、太ももが、ムチムチで、ムチムチでしたね、揚げ太郎って感じですね。もうその姿で渋谷を走り回ってますんで、はい、ほぼ裸なんですよ。もうパンツもこんな短さでタンクトップだし、ピチピチだし、太ってるし、最初は恥ずかしかったんですけど、もうやっぱ捨て切るしかないと、揚げ太郎を演じるには本当にその変顔してるのもそうなんですけど、一個ギアを入れないとっていうのがあったので、はい、もう全てを捨てて走り回っておりました。いやでも本当プライベートで会う時間の方が長くなってたので、まあ、現場で会うのが少しね、なんというか不思議な感覚ありましたけど、やっぱりこう2人でずっと、まあ、いろんなことを話してた中でもあったので、やっぱりこうやって一緒に今横に並んで立ててる状況はすごく感慨深いというか嬉しいというか、そういう気持ちはすごくありますかね。いい意味でね、あんま変わってないんですよ。うん、そうですね、お互いね、お互い変わってない気がします。最後は一緒のシーンがありましたけど、そこはやばかったね。いや、2人でずっとニヤニヤしてて、まあ10代の時共演して以来のあれだったので、これは熱すぎるねと、本当に上がってたね気持ち。いや、あれはなかなか嬉しかったというか、まあだから本当2人で売れような売れようなって言いながら普通にこうバス乗って帰ったりとかしてたので、うん、なんかあのシーン撮ってる時もいろんな感情が、嬉しさだったりとか本当いろんな感情が交錯してたかなとは思いますけども、うん、若干そこのシーンは俺ら二人ともちょっと素に戻りかける部分だよな。何度か素になってる気がします、うん、そうなんですね。嬉しくなっちゃってるのはありましたかね、うん。